その宇賀神が裏を狙っている、そちらにパスが出てきた。さあトラップをして、なんか斜めの動きがありますが、杉本ここに小川仕掛けていく、2人に疲れますが、オーレアンドライチボール、いい流れた、チャンスを作りました。小川レアンドロ渡して、小川一番、この2人がかり東京のディフェンスを打開できるか、孤立しました、当てずにスルー、ボールはセレッソ、一番近いところに当たりました。小川大きな武器ですから、はい、そこはうまくね、開幕のとこからうまく回飛んだ、合計右サイドバックの山川です。186センチあります。渡辺がプレイしたときは中段2部だったと思うんですけどね。当たったでしょうか、はい、うん、アレウトンがエリアの中に直接入れてきた、イエローリベイラは触れませんでした。このボールを大分が奪えるか、いや FC 東京、ここは町田が前を向く、右には井上もいる、町田そのままいけるか、ブロック回収しています。小川が直接狙ってくる、いいと思いますね。こちらに入った小川のキック、ファーサイドヘディング、パンチング残した、サイドから小川、浮き球、ファーサイド競り合う、ゴール前ヘディング、